初めまして、怪談ボタン道路に出演いたします松本清と申します。私はこの作品の中でお峰という役を演じます。もうあの怪談ボタン道路というと皆様、怪談ものでは有名で、もうすでにストーリーご存知の方いらっしゃると思います。今日あの第1回目の顔合わせと本読みだったんですけれども、初めての方も、私一緒にする方初めての方も多くて、とても緊張しながらも刺激のあふれる、稽古場になりそうな予感がしています。私が演じるお峰は、幽霊と関わり合いを持ちながらも、その幽霊といわゆる怪談の怖さだけではない人間同士の、怖さっていうんですかね、生きているものの、あの欲であったり、そういうものが、怖さになって現れるのではないかなと、今回読みをやって感じました。ご覧になっていただく皆様に、幽霊ものの怖さとはまた違 う、 こう見終わって後々皆さんでお話しして、その後帰り道に背中がゾクッとするような怖さをお届けできたらと思っています。これから夏に向かって、寒さとは、背筋が寒くなるのとはまたガラッと変わる熱い熱い、思いを皆様に届けられるように一生懸命稽古してまいりますので、隅田パークまで、ご来場、していただけるのをお待ちしております。ありがとうございました。